と、大丈夫。で、こちらの方に来て。今日はですね、雨じゃないんですけども、今日は雨じゃないんですが、室内でやります。今日はですね、地震でございましたね。皆さんもそうじゃないでしょうかね。地震がありましたけど、まあ、短いですけどね。短いけど、ちょっと揺れましたね。まあ、多摩東部ということで、魔物も落ちませんでしたし、倒れませんでしたし、まあ、そんな被害はほとんどないんですけども、震度5弱だったかな。はい、加藤さん、ハレルヤ。まあ、飽きたかなっていう感じでね、まあ、飽きたかなっていう感じで、起きましたけども、皆さん、地震があってもですね、恐れてはいけませんね。すぐ祈ってください。イエス様って祈ってくださいね。で、まあ、いつ、大地震が来てもおかしくないわけですね。はい、いよいよあさってですね。そうですね。いよいよ、今日が晦日みたいな。今日が晦日で、明日が大晦日みたいな感じなんですね。ユダヤ教のカレンダーですけど。ユダヤ教のカレンダーで、明日が大晦日になります。その大晦日に、大不況があるという説がありますね。シュミータの年のエルルの29日が明日なんですけど、明日に大不況、世界的な大暴落があるという説があります。はい。まあ、そういうわけで、朝ごはんはしないんですか？今日はね、放送の後で食べる予定です。はい。株が下がる。そうですね。まあ、明日株が下がるという、そういう、まあ、予告というか、説があります。私には、まあ、わかりません。いよいよ来週の土曜日は、私の洗礼、無事に受けられますように。アメン。アメン。ぜひ来てください。ぜひ、洗礼受けに来てください。はい、ボーアゲンさん、おはようございます。まあ、そういうわけで、まあ、なんか、今日の地震はですね、何かこの、なんて言うんでしょうかね。一つの予告みたいな、予告みたいな感じで、まあ、これから何があるかわからないみたいな、何があってもおかしくないみたいな、そういう時ではないかなと思います。はい、アクヤさん、おはようございます。ですから皆さん、まあ、必ず何かがあるとはもちろん言えませんけど、この身を引き締めてというか、皆さん、まあ、ある意味では、このシートベルトをしてですね、これから、まあ、ジェットコースターに乗るような、ジェットコースターに乗るような準備ですね。もう、こういうことが、いろいろ、何の日、明日がですね、シュミーターのエルルの29日といって、まあ、安息年の大晦日に当たります。まあ、その時に、いろいろ世界的な大不況が来るという、統計があるんですね、統計が。はい、ごめんなさい。今日はですね、ちょっと、まあ、地震のこともあって、ちょっとこの、内配信をしています、ね。今日はちょっと外配信を中止しております。そう、明日が、今年のユダヤ教の大晦日になりますね。
まあ何があるか分かりません。今日の地震もそれと関係があるのかないのか、ちょっとそこのところも今は何とも言えません。今日の大地震が、まあ一つの予兆なのかもしれませんが、ちょっと分かりません。まあ、身を引き締めてくださいね。これから霊的なジェットコースターになります。霊的な、霊的なジェットコースターになります。ね、私たちはもちろん災害が少ないということ、少なくなるように祈るべきですね。災害が少なくなるように祈るべきです。と同時に神様の御心が行われるように祈るべきですね。今日は晦日ですね。明日が大晦日ですね。はい。あ、シミタについては今、ボアゲさんが貼ってくれましたので、それを見てくださると、シミタについてわかります。今日の地震や最近の豪雨は神の愛ですか？まあ、この、災害はですね、災害はもちろん、神様が許しの中で起きていることであり、まあ、ある意味では神の愛と言ってもいいでしょう。なぜ神の愛かというと、それは私たち人類を苦しめるためではなくて、苦しめるためではなくて、もうなんかこう、終わりの時は近いよ。ね、終わりの時は近いよ。もう、今悔い改めないと滅びるよ。今悔い改めて、その罪を悔い改めて、イエス・キリストを信じなければ永遠の滅びだよ。つまり、永遠の滅びということに、まあ、神様は全ての人間に、その注目させたいんです。つまり、災害っていうのは、まあ、死んでしまうかもしれないという恐れですよね。死んでしまうかもしれないという恐れ。で、それはまさに、肉体的な死を超えて、肉体的な死を超えて、この永遠の死、ね、永遠の死、つまり、地獄に行くという、ね、地獄に行くという死、それを神様は警告してるんだということですね。警告しています。その脅しではなくて警告ですね。警告。ちょっと聖書でそのことを書いてあります。なんて書いてあるかというと、ルカのですね、ルカの、ルカ13章ですね。ルカ13章にこう書いてあります。一節。ちょうどその時、ある人たちがやってきて、イエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血を、ガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。また、シロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったと思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。イエス様がおっしゃりたいのはね、災害に遭って死んでしまう人がいます。で、そういう人たちは罪深い、他
他の人にも罪深いというのではないという、誰でもですね、誰でも悔い改めないなら同じように滅びると、ここが大事なポイントです。警告だということですね。警告、災い、災害というのは警告であって、誰でも悔い改めなければ同じように滅びる、誰でも悔い改めなければ同じように滅びる、つまり神様からの警告なんですね。災害にあって死んだ方が、ね、罪深いわけではないと。みんな、誰でも、まあ、罪深いと言ったらいいでしょうか。誰でも罪深い。誰でも、裁きに遭うべき罪人。滅びに至る罪人だということが一つのポイントです。だから、神様は良い人を、殺すということではないんですね。良い人を殺すということではありません。神様は全ての人を救いたいわけですね。全ての人を救いたいけれども、悔い改めなければ滅んでしまうという。悔い改めてイエス・キリストを信じなければ滅んでしまうという警告だということですね。はい、その警告を、ね、私たちはその、警告を受け取る必要があるんだよということですね。ぜひ皆さん、それは、まあ、伝道の、その基本的な伝道の一つですね。基本的な伝道の一つ。すべての人は救われなければならない。すべての人は、滅んではいけない、ね。これから災害とか災いが増えてくると聖書は言っています。まあ、今は生みの苦しみの始めだと言っています。生みの苦しみの始めというのは、まだ序の口ということですね。序の口。これからもっともっと、災害や、災いがもっと増えてくるんです。これは聖書の予言ですから、まあ、仕方ないっていうか、意味があるんですね。意味があります。そう、今日の地震は予兆ですね。予兆。聖書を読んだら救われますか？いやいや、イエス・キリストを信じるんです。ね、悔い改めて、ああ、私は、ね、神に、逆らっていた。神様に罪を犯してきたということを悔い改めてイエス様を信じるならば救われるのです。ね。ぜひ、皆さん、そういうことの中で、ね、まあ、今日の、あ、まあ、おとといの水害、それから今日の地震、まさにですね、このまさに、まあ、災害が増えている、災害が本格的になっているということで、ぜひ皆さん、これは誰でも悔い改めなければ滅んでしまうという警告なんだということですね。昨日の朝、なぜか自分が賛美歌を歌ってました。そんな爪がなかったの不思議です。何だと思いますか？それはいいことですね。それは救われたからではないでしょうか。救われると、賛美歌がこう鼻歌のようにですね。もう鼻歌のように出るということはあります。何があっても怖くない。何があっても怖くない。神様を信じた。もね、神様に委ねましょう。アメン。そうです。そうですね。神様を信じれば何も怖くないんですね。神様を信じたら何も怖くありません。何も恐れなくてもいいのです。ね、何も恐れなくてもいいです。
大事なのは、その神様に対して正しくない、神様から遠く離れている、その自分の力で生きている、自分の力で生きている、自分だけで生きている、そこに問題がある。神様を無視することが罪だよ。神様を無視することが罪。神が作った世界で、神が作った人間で、神に生かされている人間が、なぜ神を無視するのか。それは、神様が怒られます、ね。神様が怒られます。ある意味では、ね、そういう災害というのは、神様の怒りを表しているとも言えるでしょう。神様が、怒り、神様の怒りがこの災害という形で現れていると言ってもいいでしょう。ですからこの終わりの時代、ますます神の怒りが増し加わると考えられます。人間のこの終わりの時代ですね、人間の罪も増し加わっているんです。近くに教会がないので家でお祈りしています。はい、じゃぜひネット教会に入ってください。ネット教会ですね、ネット教会がありますので、ぜひ皆さんどこに住んでいてもネット教会に参加できますので、ぜひ、お問い合わせください。お問い合わせください。そしてね、悔い改めたものが集まって、悔い改めたものが集まって、その神様の御心を行って、この世に警告したり、そして一緒に、この励まし合ったり、神様の働きをするのです。皆さん、多くの人は、その自分のために生きていますが、私たちは神様のために作られたんです。神様のために作られて、神様のために働かなければなりません。多くの人は神様と無関係で生きています。神様なしの生き方をしています。ヨシさんは茨城だけど、イエス様のおかげでギリギリ浸水しなかった。ああ、よかったですね。ネット教会は、はい、私の教会ですね。私の教会。ちょっとコメントが早くて、ちょっと読めないんですが、神様のためって嫌だな、どうして嫌なんですか。私たちは神様によって作られたんですよ。神様のために作られたんですから、神様のために生きるのは当たり前ではないでしょうか。私たちが生きてるのはね、偶然生きてるんではないです。偶然生きてるんではなくて、私たちは生かされているんですね。生かされています。はい。まあそういうわけで、皆さん、私たちは、このイエス・キリストを信じて、その神様を受け入れて、自分の心の中にイエス様を歓迎しましょう。自分の心が一人でいてはいけません。皆さんの心には皆さん一人しかいないんですけど、皆さんの心を開いて、イエス様を歓迎しましょう。イエス様を歓迎することが大事です。はい。あさってかな。あさってからね、ユダヤ教の新年が始まります。ユダヤ教では、今頃が新年なんですね。ユダヤ教は5776年。すごいですよね。アダムとエヴァから数えますから。5776年が、あさってから始まります。そして、その年は特別な年で、
70回目のヨベルの年という、ものすごい年なんですね。ものすごい年、解放の年ですね。解放の年が来ます。ですから、そのことで私は皆さんに期待しましょう。ヨベルの年を期待しましょう。すごいことが起きるんだ。あ、ハンナさん、はい、心から救われました。アメン、良かったですね。ハンナさん、すごいことが起きる。ぜひ皆さん、まあ、あさってすぐ何かが起きるかどうかはちょっと分かりません、まあ、少なくとも素晴らしい年になって、そして明日が大晦日なんだよ、明日が大晦日なんだよということですね。ご先祖様を大切にしている、拝んではいけません、ね、拝んではいけません、人間は人間です。人間を拝んではいけません。敬うのは OK ですね。敬うのは OK ですけど、仏壇に向かって先祖崇拝してはいけません。それは偶像崇拝になります、ね。聖書は親を敬えとあります。親を敬うことは大事です。大事ですが、先祖を拝んではいけません。なぜかというと、人間は人間だからですね。人間は人間で、人間は神ではないんです。私たちは神だけを、神だけを拝むべきです。それもイエス・キリストを通して、イエス様を拝むことに、ね、イエス様を拝むことに、神を拝むことになるんだということですね。なぜかというと、イエス様と父なる神は一つだからですね。イエス様と父なる神は一つだから、イエス・キリストを拝むということです。何やまだ仏はダメですか？ダメですね。ダメです。ダメです。キリスト教は何々してもいいですか？信仰結婚の中では OK ですね。信仰結婚の中では OK ですけど、結婚外はダメですね。結婚外はダメですよ。宗教は自由に、人種を差別していけない。もちろん、基本的には信教の自由、信教の自由があって、宗教は自由ですが、しかし、本当の神様を信じなければ、よくないわけですね。本当の神様を信じるべきです。私たちはイスラエルの神殿を祝います。アメン。ぜひ皆さん、神様はたった一人なんですね。神様はたった一人です。そのたった一人の神様を信じるべきなんです。十字架は偶像崇拝ではありません。十字架以外に、十字架以外が偶像崇拝ですね。十字架以外が偶像崇拝。十字架だけが正しい礼拝です。正しい礼拝の対象です。十字架を誇れとありますね。死を誇れ。死を誇るというのは、イエス様を誇るということですね。学校はプロテスタントでした。だったら、ね、イエス様を信じましょう。ね、イエス様を信じましょう。自慰はしてもいいですか？いいえ、しないでください。厳しいかもしれないけど、公職ですね。公職ですから、しないでください。私たちは神様が、神様が喜ぶような生き方をしなきゃいけないんですね。神様が喜ぶような生き方、それが必要です。ぜひ皆さん、そのキリスト教、お金儲かりますか？お金儲けのためにしているわけではありません。でも、パンとブドウ酒飲んでません。それではですね、洗礼を、受けてください。洗礼を受ければ、礼拝ライブの時、パンとブドウ酒を飲むことができます。ね、ぜひ、洗礼を受けてください。
ブッダは人間ですね。イエス様は神様ですね。その通りです。その通りです。ブッダは人間で、イエス様は神様ですね。神様が喜んでいるかどうか、どうしたら確認できますか。まず、聖書の教えに合っているかどうかですね。聖書の教えに合っているかどうか。神道はダメですか。ダメです。神道、仏教はダメですね。救いがありません。救いがありません。神様はただ一人です。あ、洗礼を受けてみたい人は、教会へご連絡ください。はい、こちらの方で連絡してください。シリア難民の亡くなった子供はクリスチャンじゃなかったら地獄行きですか？残念ですが、そうなんですね。残念ですけど、そうなります。だからこそ、伝道しなきゃいけないのです。伝道しなければ、多くの人が地獄行ってしまいます。私たちは、本当に人が滅びることを喜びません。人が救われてほしいのです。人が救われてほしい。何も悪いことしてないの。多くの人は悪魔に騙されて、その救いが妨げられています。エヴァの証人ではありません。クリスチャンじゃなきゃ地獄行くの。つまり、クリスチャンかどうかっていうと、ちょっと分かりづらいと思うんです。クリスチャンかどうかという観点じゃなくて、その人は神様とどういう関係かということですね。神様とどういう関係、つまり神様に敵対していたらダメだよという。神様に敵対していたら当然救われないわけです。つまり神様と和解しなきゃいけない。神様と和解しなきゃいけない。罪が許されなきゃいけないということです。そういうポイントです。イエス・キリストを信じるということはそういうことなんだという。イエス・キリストを信じるということは罪が許されて、神と和解することなんだよ。それで初めて許されるんだよということですね。ぜひ皆さん、そのポイントを理解してください。学校の牧師さんの話とはなんかいろいろ違う。そうですね。学校の牧師の方は多分ね、社会派じゃないかなと思うんですね。社会派の牧師はですね、どっちかというと、あまり聖書の、イエス様の教えを教えませんね。イエス様の教えをそんなに教えません。でも大事なのは聖書の教え。イエス様の教えがとても大事なんです。イエス様の教えが大事です。和解、喧嘩してるってこと、そうなんですよ。多くの人は神様と喧嘩してるんです。だって考えてください、皆さん。罪を犯してる。罪を犯してるっていうのは神様と喧嘩してることなんですよ。キューちゃん、聖霊派ですか？はい、聖霊派です。聖霊派です。ですから皆さん、ぜひですね。この世的に罪を犯してないとしても、神様に対して罪を犯してるんだよ。罪って何ですか？罪というのは、法律に対する罪が犯罪ですが、神様に対する罪というのがあるんですよ。神様に対する罪。それを理解する必要があります。すべての人は、生まれながらにして、神に対して罪がある。敵対しているということを理解する必要があります。何も悪いことしてない。犯罪もない。もうほとんどいい人のように見えて。しかし、その人の心が神様と対して敵対しているならば、神に従ってないならば、それは罪なんだよ。神様に従ってなかったら罪なんだよということですね。
その罪を理解するということが大事です。その罪のゆえに、いろんな社会的な問題があるんですね。いろんな、その社会に問題があるのは、それは罪のせいなんだよ。もし、クリスチャンになって罪が許されると、いろんな問題がなくなってきます。人を憎むこともなくなってくるでしょう。怒りもなくなってくるでしょう。差別もなくなってくるでしょう。争いもなくなってくるでしょう。本当なんです、皆さん。罪がなくなると、いろいろ変わってくるんです。人間関係も変わるし、家族も変わるし、もう人生が変わるんです。本当なんです。ですから、罪が許されるというとっても大事なことです。罪が許されるというとっても大事なことです。ぜひ、皆さん、罪が許される、ね、罪が許される、生き方をしてほしいんですね。ヤーウェイとアッラーは違うんですか？違います。違います。同じように、ね、皆さん思うかもしれません。違います。ね、はい。性欲はどうなったらなくなりますか？イエス・キリストを信じる信仰で励む。信仰に燃える。信仰的になれば、欲望は抑えることできます。信仰に励むことに、欲が抑えられるよ。多くの人は欲望で生きています。神と、結局神様に従わない、神様に従わないと、結局欲に従ってしまうということですね。欲望が神になっていると言ったらいいでしょう。多くの人は欲望が神様なんですね。欲望が神様。ですから、心がいつもこう満たされない、いつもイライラするのは、欲望に従っているからだよ。欲望に従うと、心が荒れるんです。例えば皆さん、わがままな人っているでしょ？わがままな人。わがままな人っていつもイライラしてる感じするでしょ？それは、欲望を求めてるからですね。むさぼってるから、むさぼってるからイライラしてるわけです。つまり、欲では満たされないということ。わがままの人を見ればよくわかると思います。子供がですね、ママ買って買って、ママ買ってとかですね、泣いている子供がいます。その、わがままだったんです。満たされてないわけですね。イエス・キリストを信じる、信仰で歩んだのが満たされます。欲で満たされるのではなく、神の愛で満たされるんですね。神の愛で満たされることが大事です。伝統もよくですか？いえいえいえ、信仰的なことは欲ではないんですね。信仰的なことは欲ではありません。天国に行きたいとか、神様の愛が欲しいとか、神様の平安が欲しいというのは欲ではなくて、それこそ信仰なんですね。それこそ信仰。私たちは、肉的なもの、この世的なものを求めるのではなくて、本当に皆さんに必要なもの、本当に満たすものを求めてほしいのです。はい、そういうわけで、私はカトリック信者です。アメン。ぜひ皆さん、自己中では自滅しかね、しかないですね。その通りですね。ぜひ皆さん、信仰してください。ね、信仰してください。ツイキャスでは木曜と土曜の朝しかやっておりません。
もうちょっと追加数増やさなきゃいけないんじゃないかなと思うんですが、追加数を増やすことを考えておりますが、ぜひ皆さん、真理を知って、真理を知って、皆さんが真理の道を歩んでほしいと思います。真理の道を歩んでほしいと思います。神の愛で家族を愛するとイライラしなくなり、毎日笑顔で過ごせるようになります。アメン。アメン。友達の葬式が和装ならどんな気持ちで行くの？まあ、仏式だったら、行かないことをお勧めします。仏式の葬儀は死者数が入りますね。死者数が入りますから、悪霊が入ります。偶像崇拝は悪霊崇拝と言ってもいいかもしれません。仏式の葬儀は死者崇拝なので、欠席することをお勧めしますね。欠席をするんです。ちょっと日本人にとっては理解しがたいかもしれません。本当に死者崇拝は良くないんですね。死者崇拝は良くありません。カトリックの追悼ミサ、それはちょっとわかりません。それでは、明石タイム行きましょうか。明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、神と和解ができた証。イエス様を信じて、わがままが治った証。イエス様を信じて、欲で生きるのをやめてきた証、スタート。イエス様を信じて、死者崇拝をやめた証、スタート。配信を見てたらイライラする。隣のババアと和解します。アメン。アメン。最近チャンネル放送してますか？今日の夜8時からチャンネル放送する予定ですね。今日の夜8時にチャンネル放送する予定です。なぜ飛び出しに行くのをやめたんですか？どこにでしょうか？どこにでしょうか？高慢人生からイエス様に感謝人生。高慢人生からイエス様に感謝人生。小さなことにも感謝できるようになりました。アメン。アメン。自分ばかりで判断してましたけど、悔い改めます。他人の悪口を言わなくなりました。隣人を神の愛で愛せるようになりました。キューちゃんが十字架にかけられてください。まあ、このね、伝道放送は十字架にかかってるような感じですよ。伝道放送は、まあ、悪コメ打たれますから、十字架にかかってるような気持ちです。災害を見ると、偶像災害を見ると、偶像は救いにならないと分かります。
恋愛は妄想だと思いました。恋愛は妄想。お線香あげたことないですか？クリスチャンになる前はね、お線香あげたことがあります。お金にあまり期待しなくなった。アメン。あ、チャンネル放送ありがとうございます。イスラム過激派は悪魔の働きです。イスラム過激派は悪魔の働きです。災害起きたら、キューちゃん助かりますか？イエス様を信じるならば、守られると信じましょう。まあ、クリスチャンは絶対に災害で死なないということではないです。原則、イエス様を信じると守られます。お金は必要な分だけ与えられます。悪魔って己の中にあるものですか？はい、心の中に悪魔がいます。多くの人は心の中に悪魔がいます。他宗教を愚弄するな。あのですね、他宗教を愚弄しているのではありません。神様は一人だということですね。神様は一人しかいない。そこを理解してほしいと思いますね。私たちを産んだお母さんは一人でしょ。私たちを産んだお母さんは二人三人いるということはないです。と同じように、私たちを作った神も一人なんですね。私たちを作った神は一人。だから、他宗教を、認めないというのは、神が一人だよっていうことの当然の、その、論理なんですね。論理。神様が一人だと言いながら、他宗教を認めたら矛盾でしょ？皆さん。神様は一人ですって言ってるのにね。聖書ではそう言ってるんですよ。この聖書では、神は一人だって言ってるわけです。神が一人なのに、他宗教を認めたら矛盾じゃないですか。私たちは、矛盾のない生き方をしなきゃいけないんですね。矛盾のない生き方をしなければなりません。神を知らなければ、神を知らなければ、どれでもいいでしょうということになるんですね。神を知らないからそういうことを言うわけです。本当の神を知ったら、ね、本当の神を知ったら、ね、他に神がいないと思うわけです。ですからそれは神を知ってるか知ってないかの問題ですね。神を知らなければ、ね、全ての宗教を認めるべきだという立場になります。しかし本当の神を知っていれば、他の宗教を認めることはできません。それは論理的に分かると思います。聖書に再婚してはならんと書いてありますが、はい、その通りですね。聖書は離婚と再婚を禁じています。あ、ラムヤさんね。ラブヤさんお元気でしょうかね。どうされてるでしょうか。ラブヤさんお元気でしょうか。自分の血が嫌いです。どうしたら受け入れることができますか。はい、イエス様の血を受けてください。ね、自分と血が嫌ならば、イエス様の血を受けてください。イエスキリストを信じるならば、イエス様の血が入ります。聖書の言葉があまり頭に入りません。じゃあ、悔い改めて、心から悔い改めて、イエス様を心に受け入れてください。そうするならば、聖書の言葉がわかるようになってくるでしょう。私たちはイエス様の血が必要なんですね。
すべての人が、イエス様の血が必要です。イエス様の血が本当の命。イエス様が十字架でかかったの。血を流すためなんですね。私たちのために、血を流すために十字架にかかったんです。そして、イエス・キリストを信じるということは、イエス様の血をこう飲むというか、イエス様の血を浴びるというか、それによって、そのイエス様の血によって、罪が許されるんです、ね。イエス様の血によって罪が許される。イエス様の血を受けてください。イエス様の血を受けてください。イエス様の血によって清められます。清められます。カトリックのミサは経験ありません。はい。まあそういうわけで、皆さんが、その、イエス様と出会ってほしいんですね。そのニコ生とツイキャスでこのように伝道しているのは、まず皆さんがイエス様を知ってほしい、出会ってほしい、イエス様の教えを知ってほしいということです。多くの人は、イエス様のことを知りません。名前は知っていても、イエス・キリストという名前を知っていても、どういう方かを知りません。また、イエス・キリストの教えを知りません。それを知る必要があるんです。イエス・キリストを知らなければ救われないんです。イエス・キリストと出会わなければ救われません。ですから、今日初めて来た方もいるかもしれません。そのイエス様のことを聞いているということはチャンスなんですね。救われるチャンスです。救われるチャンス。罪が許されるチャンス。天国に行くチャンス。多くの人はこの本当に大事なポイント。罪というポイント。イエス様によって救われるというポイント。地獄ではなく天国に行けるんだというポイント。このことは本当に知ってほしい。それがリアルである。本当に天国と地獄があって、本当に人間を滅んでしまって、まさに、ね、水害で、こう水がこう流れててね、こう家が流されそうで、こう白旗を振ってる人いましたよね。白旗を振ってる人がいました。あのようにもう滅びが近い。滅びが近い。すべての人が、あの水害の潮旗を振っているような状況なんだということです。神様はすべての人に、その滅びる状況を教えたいんです。あの水害を通して、あなたは今、水に沈んでしまうよ。水に沈んでしまうよということ。神様は、すべての人を教えたいんですね。教えたい。ですから、救急隊の人たちが、そういう助けを求めている人を救うように、すべての人は救われなきゃいけないんですね。すべての人が救われなければなりません。ぜひ、皆さんは、救われなければならない。遭難者と言ったらいいでしょうか。被災者と言ったらいいでしょうか。皆さん、今にも、ね、滅んでしまうよ。滅んでしまうよ、ね。地獄に落ちてしまうよ。その危機意識というか、危機意識を持ってほしいと思います。それじゃ招きをしましょうね。今日の放送を聞いて、災害とか災いというのは、悔い改めなければ
滅びてしまうということを教えてるんだなと、さっきのルカの13章にあるように、災害、まあ、特に今はですね、テレビとかネットでもう本当に災害の悲惨さを、見ることができる時代です。なおさら多くの人たちが、その災害の時どうしようと思うと思います。それは天国という、天国ではなく永遠の滅びである地獄に行くということを警告していることなんだということで、滅びたくない、救われたい、救われて天国に行きたいと、そういうふうに思う方、イエス・キリストを信じて悔い改めて救われたい人、アメンと言ってください。アメン。アメン。滅びたくない、本当の救助隊である、救急隊員であるイエス様に救われたい人、アメン。霊的な救急隊員であるイエス様に救われたい人、アメン。アメンと言ってください。アメン。アメン、ラーメンと言った人は救われます。皆さん、ラーメンと言った人は救われませんよ。アメンと言わなければ救われません。ね。ラーメンで滅んでどうするんですか、皆さん。ラーメンで滅びないでください。ね。アメンで救われてください。アメン。アメンで救われてください。アメン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 。天の父様、感謝します。今、水害で、救助を求めている方がまだいるかもしれません。どうぞ彼らを救ってください。彼らを救ってください。そして多くの人はまさに、その水害で、救いを求めている人たちと同じです。誰でも悔い改めなければ滅びる。誰でも悔い改めなければ滅びる。それがイエス様の警告です。どうぞ今、アーメンと言った方々を救ってください。イエス様、今、アーメンと言った方々は救われて、地獄に行かないように、天国に行けるように救ってください。どうぞ、リスナー全員が、その罪の、危険、罪の深刻さを理解し、あ、罪が許されなければならないんだ。神様に敵対してはいけないんだ。神様に敵対してはいけないんだということを理解することができますように。どうぞそのような水害とか地震とか火山とか、これから様々な災害が来ますけど、そのような災害を見て、あ、滅びたくない、滅びたくない、死にたくないという気持ちを与えてください。救われなければならないんだ、救われなければならないんだ、守られなければならないんだということを理解することができますように。どうぞ、アーメンと言った方々が救われますように。もうすぐ、もうすぐヨベルの年です。日本が本当に救われますように。日本が本当に救われますように。滅びる人が一人でも減りますように。滅びる人が少なくなりますように。主よ、どうぞ日本を守ってください。日本を守ってください。世界中の人を守ってください。世界中の人を守ってください。サタンから守ってください。サタンから守ってください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。はい、皆さん、救われてください。救いがあるんですから。十字架に救いがある、イエス様に救いがあるんですから、ぜひ、滅びる必要はないのです。永遠の命を獲得してください。永遠の命を獲得するんです。私たちはそのために生まれてきたんですから、滅んではいけません。サタンに騙されてはいけません。欲を求めてはいけません。もっと良いものを求めましょう。神の愛を求めましょう。
はい、皆さんありがとうございました。今晩8時はチャンネルですね。チャンネル。明日は朝10時半から礼拝ライブがニコ生であります。ぜひ、イエス様を信じている人は、礼拝をするべきです。明日日曜日、シミータのエルルの29日ですが、ニコ生から10時半、朝10時半、飛び入り参加してもいいですよ。一緒に礼拝しましょう。一緒に恋愛することが大事です。イエス様を恋愛し、イエス様を恋愛し、救われようではないでしょうか。それでは皆さん、ありがとうございました。今晩はチャンネルですけど、8時からチャンネルします。それじゃちょっと早いですけど、ありがとうございました。良い一日を、良い一日を、シャローン、シャローン、シャローン、アメン、アメン、シャローン。